女子サッカーなでしこリーグ2部に所属する静岡・ SSU アスレジーナの選手などが今日、SBS 静岡新聞を訪れ今年秋に開幕するプロリーグ参入に向け意気込みを語りました SBS 静岡新聞を訪れたのは静岡・ SSU アスレジーナの選手など5人ですアスレジーナの本田緑監督は圧倒的な強さで勝ち切り なでしこリーグの一部に昇格することが今年の目標と抱負を語りましたさらに今年の秋に開幕する女子サッカー最高峰のウィーリーグに3年後には参入することを目標としています今年はなでしこ二部で全勝して来年なでしこ一部に上がってそこでも圧倒的な差でウィーリーグに参入したいと思ってます 静岡産業大学岩田ボニータとして2008年に発足したアスレジーナは県全体をホームタウンとして活動しています。